はい、こちら大阪府、茨城市の茨城神社です。境内にたくさんね神社があって、ここはね恵比寿神社で、なんか東海恵比寿の用意で今ね結構ごちゃごちゃしてます。でこっちが東門で、もともとの茨城城の絡め手門を持ってきてるそうです。表参道はこうですね。ここが恵比寿神社、琴城主、大奥主を祀っているそうです。でね、ここにも神社があるけど、ここは何か書いてないけど琴平神社なのかなって気がするんですけどね、琴平神社がないから。ここ参道で、これがなんか江戸くぐりっていう江戸が書いてある縁起のいい門だそうです。でこっちにトイレ、ここはトイレですね。で右側に横長の社殿があって、多賀神社と、多賀神社はイザナギですね。で真ん中のね主原神社っていうかな、これは雨の小屋根を祀っているそうですね。あと天満宮、菅原道真で、面白いのがなんかね、ここに狛犬、ここに狛犬って感じで、狛犬が2ついるんですけど、これが背中合わせでめっちゃ面白いなと思って、かわいい、ちょっと変わった配置の狛犬で。こっちが社殿で、そこ手水社で、なんかね2年ぐらい前に建て替えたんかな、なのでピカピカ。昔は胴吹きだったんですけど、今も胴吹きか。ネットで見たらなんか緑色の屋根ですけど、今はねまだ新しいんで綺麗ですね。天水社もピカピカで、こっちが皇太神社、お伊勢さんですね。で純度はなんか向こうからぐるーって感じなので、行ってみましょうか。一応順路的にはこうなってますね。左側から裏回って、でここがね愛宕神社、火の神様。でここが、奥の宮の扱いの天の岩戸分神社、田力尾の御事を祀っている神社です。ちょうど裏にね、ちょうど裏に当たりますね。でこっちもお伊勢さんで、皇太神宮、さっきのは皇太神社で、こっちは皇太神宮で、こっち北門で帰り道だそうです。でここは稲荷かな、お稲荷さんかなって感じで、ここねぐるっと回れますね。天の岩戸分神社がちょっと気になって来てみたんですよね。徳島にも湯まさかにも天の岩戸分神社って神社があって、田力尾、同じ田力尾の御事をね祀っています。ということでね、こちらが大阪府茨城市にありますね、茨城神社でした。本殿は元々そのままなのかな、拝殿を新しくしたのかな、ちょっと色が違うのが面白い。ちょうどね、阪急茨城と JR 茨城の間ぐらいにねありますので、ぜひねお越しください。はい、ぐるっとね回ってきました。あ、言い忘れましたけど、ちなみに御祭神はスサノオノミコトでございます。